栽培植物や家畜などにおいて美味しさや見た目など有用な品種を作り出す品種改良。品種改良の工程は自然界で発生していると言われている進化と同じ程度の変化であり、進化を人為的に行っているとも言え、収穫量や耐病性、味などの性質を向上させる目的で、稲やトウモロコシなどの穀物で盛んに品種改良が進められています。近年では生食での消費量は日本が世界一だとも言われているイチゴも、品種改良と栽培技術の面において世界トップレベルとなっているとのこと。現在では品種も約300種と大変多く、世界全体の半分以上が日本の品種となっており、生産地を代表するご当地ブランドとなるイチゴも多く生み出されています。また日本のイチゴは海外でも人気が高く、輸出も増加傾向にあるそうです。さて今回は日本生まれの果物に対する海外の反応をご紹介します。熊本県果実農業協同組合連合会が所有する登録商標であり、柑橘類の白縫い系で糖度13度以上、酸度1度以下という基準を満たしたものだけがその名を使用することができる果物であるデコポン。もともとは1972年に長崎県にある農研機構旧果樹試験場が清見とポンカンを交配させ生み出したとされており、ヘタの周囲が膨れ上がったいびつな形とその育てにくさから農水省は量産に不向きと判断し、当時は品種登録は行っていませんでした。その後、熊本県の白縫町現宇城市が試験的に栽培したところ、甘みが非常に強くなることを発見し、本格的な生産がスタート。デコポンの名前の由来はその突起デコとポンカンのポンからと言われており、1991年3月1日に初出荷されると瞬く間に人気の果物になったそうです。現在ではスモーマンダリンという名でカリフォルニア州でも栽培されているのですが、最近になって SNS などの影響で突如として現地でブームに。 CNN もそのトレンドに注目し、先月31日には無名の日本の果物が今ではカルト的な人気にというタイトルでデコポンの美味しさや見た目などを取り上げています。衝撃的な美味しさだったようで、関連投稿には実際に食べたことがあるアメリカ人から絶賛の声が。身近にあるものを自分たちに合わせ改良するという日本人の器用さや発想、努力などにより、世界に日本産がこれからも広がっていきそうですね。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。先週末に食べてみた今年最高の瞬間だったことを告白しよう。今まさに食べているところだけど美味しすぎ。自分が食べてきた柑橘類で一番美味しかった。デコポンはまず見た目がキュートで大好き。そして完璧な味とはまさにこのこと。何週間か前に初めて食べた。あまりにも美味しすぎて舌がバグったのかと思ったわ。俺の横にいてほしいのはデコポン、お前なんだ。今度スーパーに置いてあったら買ってみよう。何回か売られてるのを見たことがあったんだけど、不気味な見た目のせいで買う気が起きなかったんだ。でも絶賛されてるのを見ると食べてみたくなる。あのブツブツした皮とコブはデコポンの特徴だから、気になるなら絶対に食べてみるべき。1ポンド約 450g で4ドル約435円。美味しいけどかなり高いのが唯一の欠点かな。私にとってデコポンはあくまでもご褒美。高いから毎週買えるような代物ではない。デコポンはオレンジ界の王様と呼ぶべき存在だ。スーパーでこんなディスプレイを見つけちまった。私はまだ食べたことがないんだけど、会社の同僚がすっかりデコポン信者になってる。俺なんて柑橘類は特に好きじゃなかったのに、デコポンを食べて以来ハマっちゃってるからね。デコポンは知る人ぞ知るって存在だったのに、こうして世界に知られてしまうのか。今のうちに買いだめしておかないと。日本の農家が何十年もかけて生み出した品種だから、当初はもっと高かった上に収穫量も限られていて、日本の一部でしか売られてなかったようだ。地元のスーパーで売られるようになってから、それなりの額をデコポンにつぎ込んでるわ。デコポンの皮の匂いが大好き。食べるのと同じくらいワンダフルな経験になるよ。今初めて食べてみたけど、すぐにお気に入りになった。でも見た目に拒否感を抱く人もいるかもね。でも味は本当に素晴らしい。今トレンドのデコポンを遅ればせながら私も実食。
ザ・ベスト、それ以外に言葉はいらないはず。ちなみにシーズンは5月中旬までだって。みんなも手に入らなくなる前に食べた方がいいよ。我が家は地元のスーパーで定期的に買い続けてます。確かに果物として高級だけど、それでも買う価値がある。こんなことを思ってるのは私だけかもしれない。なんでこのオレンジは最近どこでも売ってるの？なんで他のオレンジよりも美味しいの？そしてなんで私は2021年まで存在を知らなかったの？デコポンは本当に革命的な美味しさだ。デコポンを箱買いするのが私の夢なんだ。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。